京町温泉は宮崎県海老野市にある温泉、県を代表する温泉である、京町温泉郷とも呼ばれる。京町銀天街、看板二日市のにぎわい、京町温泉駅規模は、温泉資源の乏しい宮崎県では、随一と言えるが、昔ながらの住宅街に紛れて、小、中規模の旅館がの木を並べる、ひっそりとした雰囲気である。周囲を、 霧島連山に抱かれるなど景観に優れ、観楽食は一切なく、保養を向け。また、エビの高原、霧島方面の観光中継地としても利用される。地元の田の神、田の観沢の石像がシンボル。近年は趣向を凝らした変わり種の風呂が人気ある。また、駅周辺には、東温泉唯一の商店街である、京町銀店街がある。普段は閑散としているが、 毎年2月に行われる京町二日市の時にはかなりの賑わいを見せる。この市は京町温泉開発とともに90年の伝統を持つもので南九州随一のマンモス市としても有名である。なお、毎年7月の第3土曜日には京町温泉夏祭りの名で花火大会が行われている。このイベントは川内川の河川敷で行われ、 京町の温泉街から約8000発の花火が上がる、景観や格闘盆地に響き渡る大音響を楽しむことができる。宮崎県は元より、隣接する熊本県や鹿児島県からも多くの観光客が来るため、非常に多くの人で賑わう、大正初期の開け湯である。掘削中の落雷によって突如噴出したと言われるため、昔は雷温泉と呼ばれていた。 ありがとうございます。